点移植後の SCP-877JP。アイテム番号 SCP-877JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-877JP は、サイト81、うち C9 小型生物収容棒2とオブジェクトのみが収容されています。サイト81は SCP-877JP の持つ能力の掌握下にあると見られるため、施設内のすべてがバリアフリー化されています。就労するすべての職員への転倒防止を徹底してください。また、施設内を移動する場合は可能な限り2人1組以上で行動を取るようにし、双方の注意の下、互い、あるいは全員が転倒することを防いでください。また、施設内の一部において設置されているエスカレーター、及びオートウォークを使用する際には必ず手すりにつかまり、転倒することのないようにしてください。説明 SCP-877JP は、二足歩行のような挙動で移動し会話による意思疎通が可能な、キャベンディッシュ種のものと思われるバナナの皮です。性質、性量は、平均的な成人男性を思わせる、比較的若い印象、ものであり、その発話部位が下手の位置ほどであることは判明していますが、どのような手段にて音声を出力しているかは分かっていません。SCP-877JP は不明な手段により、今まさに転ぼうとしている人間の足元へ瞬間的に転移、その転倒に対し全身を使い静止しようとします。しかし、移動可能な点や、転移能力、会話能力以外はほぼ通常のバナナの皮と変わらないため、基本的にそれらの抑止活動は失敗に終わります。この際、転倒者からは踏まれることが多く、大抵の場合それにより転倒者はさらにスリップ、当初の転倒以上の被害を受けます。対して SCP-877JP は踏まれたことによるダメージから苦痛の声を上げつつ、ほとんどの状況において吹き飛ばされるなどし、地面等へ投げ出される直前にどこかへ転移。数分後に元の位置付近へと再出現します。SCP-877JP はこれらの行為によって劣化や損壊を起こし、あるいは時間経過による腐敗を起こす場合がありますが、それらが致命的であろう状態に陥ると消失し、再出現した際には修復されています。姿を消している間、どこに存在しているのかは不明です。SCP-877JP は周辺に転倒者のある限り、あるいはその意思に基づきどこへの転移も可能であるように見え、実際にそれを行うことも可能なようです。しかし、近隣の転倒者を感知できる範囲は極めて狭いと思われ、それについて尋ねると、自分の担当は、まででしたけど、今はここだし。サイト、81、と思われる、これからはずっとここを守ってくつもりなんで、との返答が得られています。故意に転倒者を生じさせない限り、SCP-877JP は財団に対し協力的です。SCP-877JP の能力限界を知るため、いくつかの転倒実験を行いました。以下はその記録です。SCP-877JP 転倒実験。実験日時2000年、月、日。被験者3研究員、詳細偶発的事案。移動中の3研究員が、サイト、81、における廊下の段差にて転倒。これにより SCP-877JP が収容棒より転移、収容違反が発生したため、各ブロックごとに隔壁を下ろし、SCP-877JP に対する可能な限りの収容違反防止措置が取られた。SCP-877JP は3研究員により踏まれ、絶叫しながら再転移。消失から3分後に収容棒へと帰還した。3研究員は後頭部を強打し、全治3日の打撲を負った。3研究員には治療と厳重な注意が行われ、勤務ブロックの一時変更措置が取られた。また、当事案を受け、施設内におけるすべてのバリアフリー化を実行。他のオブジェクトに対する実験の際、転倒事故が発生する可能性を考慮し、サイト、81、における SCP-877JP 以外のオブジェクト収容を禁止した。実験日時2000年、月、日。被験者 D-877JP、1。詳細 SCP-877JP の収容棒に配置した D-877JP、1に対し、
転べ、都指示。P877JP1 は、適切な指示ではなかったためか、転ぶというより、床へと飛び込むような形での転倒を試みた。SCP-877JP は反応しなかったが、P-877JP-1 に対し、不明な行動を気遣う旨の発言をしていた。実験日時2000年、月、日。被験者 B-877JP-1。詳細同情。P-877JP-1 に対し、前実験よりも真に迫った形での転倒を指示。P-877JP-1 が指示通り転倒したところ、盛大に足首をひねり、房内にてうずくまる。SCP-877JP-1 はやはり反応しなかったが、指示されたものとはいえ、二度にわたった D-877JP-1 の奇怪な行動に対し疑問を抱く様子を見せていた。これにより、自らの意思で故意に転倒した場合は反応しないことが判明した。P-877JP-1 の負傷は軽度で、1日で職務に復帰している。実験日時2000年、月、日。被験者 D-877JP-1。詳細 D-877JP-1 に対しアイマスクと防音ヘッドホンを装着させ、田辺博士が牽引。段差を設けた実験ブースに移動させ、牽引の途中に手を離した。これにより D-877JP-1 は段差に足を取られ転倒、直後に SCP-877JP が実験ブース内に出現した。D-877JP-1 の転倒を阻止しようとするが、足の重みを支えきれず、加えてバランスを崩した D-877JP-1 により数度にわたって踏まれ、苦悶の声を上げながら再転移した。5分後、田辺博士のいた実験ブース外に SCP-877JP が出現。故意に D-877JP-1 を転ばせたことに対して激怒している意思を表明し、義憤に燃えるような様子で、人間が転倒した際に生じる生命への危険。関節や全身に生じる大きなダメージについて粛々と語った。なお、この会話中において SCP-877JP はたびたび転移能力を使い、田辺博士の行く先々に出現し逃がすまいとするような様子を見せていた。また、これにより D-877JP-1 は全治5日の捻挫を負っている。試験よもやバナナの皮に説教される日が来ようとは。田辺博士。実験日時2000年、月、日。被験者 D-877JP-1。詳細 SCP-877JP に対し GPS 発信機を取り付けた上で同乗の実験を行い、転移先を調査しようと試みる。が、転移の瞬間に SCP-877JP が凄まじい悲鳴を上げ、転移に失敗。猛烈な苦痛を訴えたために付与は却下された。しかし、発信機の取り付けを行わない代わりに、施設外への転移を行わないとの確約を結ぶことに成功した。試験自身以外のものを転移させることには制約があるのかもしれない。田辺博士。実験日時2000年、月、日。被験者 D-877JP-123。詳細実験に参加した3名全員に対し蒸気と同様の措置を施し、3名をほぼ同時に転倒させた。直後、SCP-877JP は3名それぞれの転倒位置に対し超高速で転移することを繰り返し、雄たけびを上げながらそれらの転倒を同時に止めようと試みるもその全てに失敗。結果、全員に踏みつぶされ、悲鳴を上げながら房内から消失した。15分後、収容房内の隅に再出現し、守れなかった、とだけつぶやき、その後一切返答する様子を見せなかった。1日後、改めてインタビューを行うと、落胆した様子ながらも応じた。下記はその際のインタビューの様子である。SCP-877JP インタビューログ。記録日時2000年、月、日。インタビュアー田辺博士、対象 SCP-877JP。田辺博士SCP-877JP。SCP-877JP、あたりを見回すように体をよじってから、自分すか。田辺博士そうだ。SCP-877JP 前から言ってるっつけど、
自分、そんな変な名前じゃないっつよ。ピール・オブ・バナナマン。そう呼んでほしいっす。田辺博士はー、ではピールマン。SCP-877JP ピール・オブ・バナナマン、語気強く発言。田辺博士、ピール・オブ・バナナマン。そうだな、君は、なぜ転ぶ寸前の人間の足元に現れるんだ？ SCP-877JP そうすね。それを語ると、長くなるす。自分、こう、わかるじゃないすか。わかるでしょ？田辺博士何がだね。SCP-877JP バナナの皮じゃないすか。田辺博士そうだね。SCP-877JP、変えたいんすよ。そういう、なんつうんすか？意識って言うんすかね？バナナの皮は、滑るだけじゃない。転ぶのを、止めてくれるやつだっている。すっ転ぶだけがバナナの皮じゃない。知ってほしいんすよ。バナナの皮が、いや、バナナの皮だって、好きで人間の皆さん転ばしてるわけじゃねってことを、わかってほしいんすよ。めっちゃ痛いんすけどね。止めるとき。田辺博士はー。ああ、では、君は、転移をするだろう。突然我々の前からいなくなるというか、その時、どこに行っているのかわかるかい？ SCP-877JP わかんねっつ。でも、誰かが直してくれてんのはわかるんすよ。いい気分で帰ってこれるんで。田辺博士直してくれる？ SCP-877JP、自身の大量の黒いシミを、自身の皮先にて刺す。これ、見てくださいよ。踏まれた後なんす。昨日は、一斉に踏まれたんで結構自分もやばいと思ったっつよ。けど、やっぱ治ってんすよ。なんか、自分はやっぱ神様とか、そういうもんに守られてんだなって。そう思うわけすよ。愛されてんだなって。幸せっつよね。田辺博士、まあ、その、怪我、と言ってよいのかわからんが、治してもらえるわけだ。で、それは一体誰に？ SCP-877JP わかんねっつ。きっと神様がいるんすよ。田辺博士ああ。SCP-877JP けど、直してもらえるからにはやらねえといけねんす。だから、これからも自分は守り続けるんすよ。転びそうな人たちの平和と、健康と、安心を。田辺博士転ぶのは止められていないように見えるんだがね。SCP-877JP それはまあ、やっぱ、自分バナナの皮なんで。ログ終了。